あの人の現在。カシー・ユーの現在は、また子供の死因についても衝撃事実が。端正でエキゾチックな顔立ちと見事なスタイルでモデル、女優として大活躍のカシー・ユーさん。日本を代表する俳優である小田切丈さんと結婚し、その後2児の母となりました。しかし残念ながらお二人の次男は2015年4月に急逝してしまいました。それ以降、最近はあまりドラマや映画などに出演していない様子のカシーさん、現在はどのように過ごしているのでしょう。子供の死因は、2015年4月、まだ1歳だった次男が亡くなります。朝、次男の様子がおかしいと思い、すぐ病院に連れて行ったカシーさん。抗薬性イレウスと診断され、すぐ入院し緊急手術となりました。しかし術後6日目の20日、容態が急変し、次男は亡くなられたそうです。この抗薬性イレウスとは、腸がねじれた状態になり、消化管も機能しなくなり、血流が止まってしまう重度の腸閉塞。もし見過ごせば、腸管の壊死も引き起こします。術後、初めは2人で付き添っていたようですが、小田切さんは19日から撮影があったため、東京を離れたそうです。次男の容態が急変した知らせを受け、急いで駆けつけたそうですが、息子さんはすでに亡くなっていたということです。現在の姿。次男の死後、しばらくは公の場に姿を現さなかった2人。カシーさんは子育てが大好きだったそうで、大切な次男を亡くしたその悲しみは計り知れません。しかし、2016年8月には第3子である男の子を出産したことを事務所が発表しました。また2017年8月には都内で行われたイベントに参加したカシーさん。今では芸能活動にも復帰し始めているようですね。2年以上も芸能界から遠ざかっていたカシーさんは、久しぶりということもあり、イベントではやや緊張した面持ちだったとか。幸せな結婚をした後、悲しい出来事を経験した小田切さんとカシーさん。しかし、夫婦で共に苦難を乗り越えました。再び表舞台に立つカシーさんにとって、おそらく夫小田切さんの支えが大きかったのではないでしょうか。二人目のお子さんを亡くしてからは、大きな喪失感でいっぱいの日々を過ごしたことでしょう。しかし、現在は再び第三子にも恵まれ、母として、女優として充実した日々を送っているのではないでしょうか。カシーさんが、これから様々な舞台で、ますます輝いてくれることを期待したいですね。